阪神タイガース、佐藤輝明、やる気満々です。監督に、豊田博士さんと共に起爆剤となってくれと言われたので、頑張ります。やる気満々、佐藤輝最高やん。思う存分暴れてくれ。一軍確定か頑張え。これスパイスが言ったんちゃうよね。岡田が言ったんよね。信じがたいなわら読めへんわ。佐藤輝、お得意のライオンズ戦だから気負わず楽にやろう。そしたら3連戦で3本くらい打てるよ。監督にとっても屈辱やったやろな。でもちゃんとそうやって伝えられるのは大監督よ。もう記事信用して良さそうやね。爆発させてくれ。どういう気持ちで言ったんやろうかだ。佐藤輝明一軍、本当に本当に良かった。3年前に佐藤輝は西武戦で3本ホームラン打ってるからな。頑張れよ。お帰り佐藤輝明、打ちまくれ。よりによって西武戦で上げてくるのくさ。もともと好不調の激しい選手なのでなぜ2軍に落としたのかわからん。記事見てたら豊田も来るらしいやん。二人とも救世主になってくれることを願う。今日から開幕なのでようやっと監督岡田彰布が戻ってきたか。今まで誰が指揮を取ってたんだ。今まではオープン戦だよ。これからがペナントレース。結局上げるんかい。まあテルしかおらんわ。テルいたらどうかわからんけど落とした間に負けたのは確かね。あんだけオンしてたけどそらやっぱテルしかおらんよな。楽天戦避けてくれてありがとうとしか。やっぱりな、さすがの岡田さんも、考え変えなあかんくなったやろ。あの岡田監督がついに重い腰を上げたか。